メリークリスマス。皆さんこんにちは、サイコルシェームです。今日のライブは楽しんでいただけましたか？楽しかったわよ。今年の7月にファーストデモテープセルフアナリシスを発売しました。皆さんもう聞いていただけたでしょうか？聞いてないの？ダメな子ね。そんなんじゃ今度会ったらお仕置きするわよ。今流れているこれなんで、ぜひ買ってください。それと皆さんにお知らせがあります。来年の春にファーストアルバムを発売しますので、そちらの方も楽しみに待っていてください。みんな買うのよ。うふ。それではサイコルシェームでした。ロケットバイビー。ビジョナープロジェクトスペシャルビデオをご覧の皆さん、俺たちがクライムです。私たちクライム、ただいまジャマイカにある某スタジオからお送りしております。じゃあうちのアキトからメンバー紹介をしてもらいましょう。はい、よろしく。メンバー紹介じゃなくてライブの意気込みなんですけど、じゃあガクちゃん、今日のライブはどうですか？飛びます。じゃあしんちゃん。いやー、たかしくん、おはようございます。ハウザー、頑張ります。ということで、みんな頑張るそうなんで頑張ります。そして来年1月21日に高田馬場エリアだっけ？エリアだね。何があるの？ワンマンですよ。おワンマン。寒いということで頑張ります。さよなら。クリスマスということで、ハッピーメリークリスマス。メリークリスマス。それではまた。
しまーす。お疲れ様でした。またね。喋っていいっす。もう一本。もう一本いった。あ、じゃあ、お疲れ様でした。そう。パラレルコミキです。ベースでリーダーやってるタクです。ボーカルのリョウです。ギターのシコです。ギターのミツルとドラムのミミです。俺らは、都内を中心に活動しています、プロモーションビデオがないので、ですね、ライブ映像をお届けしたいと思います。あとそれと、音源が出ておりますので、もしよければ、ライブの方にも足を運んでください。それではどうぞ。カッソーベのボーカルのダイです。ギターのハルキです。ギターのマサキです。ベースのシンです。僕たちは2000年の頭に CD を発売します。で、そこから活発的にライブをいろんな場所で行っていこうと思ってますので、皆さんぜひ足を運んでください。それでは待ってます。この素敵な夜に君に会えて本当に嬉しいです。スペシャル、スペシャル、一緒にクリスマスを楽しみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ボン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 、課長！課長なの？寒いです。はい、はい、25日ってことね。だいたい僕とかコウスケとかね、25日は友達とね、悲しくカラオケとか行ってるんですけどね、今回みんなと過ごせて感動、よかったです。しました。クリスマスってことで12月は29ライブやって、1月20日には池袋サイバーでツーマンやります。イエイ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 。これを見てるあなた、きっと俺の虜だぜ。かなり恥ずかしいです、ビデオっていうのは。ほらほら、もう終わっちゃうね。ファラムよろしく。ファラムです。ファラムです。Die! Die! 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 Die!
ターのシュウです。ベースのヒョウです。僕らクリアマインドは都内近郊中心にライブ活動を行っています。僕らを見たい方は一度クリアマインドのライブに足を運んでみてください。クリアマインドでした。4月に結成され、早12月パワー満点満点満点か勇気凛凛凛凛全開でやってきたぜ。スマラショーの来年の1月のライブスケジュールを聞いてくれ。1月2、3、1がクラブ事情ガネット1が3年1が251が25サイバー25そんなオナジよろしくお願いします。よろしくお願いします。うし、そして今年4月から考えに考えてきた今年最後の最終スペシャルオーディオ行くぜ。森もーダイナマイト。疲れた。レイビアルのボーカルの水木です。今日は一人が寂しいので友達のブレイブの新居に隣に座ってもらっているんですけども、今回ヴィンテージバーの主催のイベントということなんですけども、ブレイビアルは、3部作のデモテープが、もう出てますので、そちらの方もまだ買ってない方は聞いてみてください。レイビアルはですね、2000年のライブはまだはっきり決まってないんですけども、どんどんライブしていきたいと思いますので、ぜひ見に来てください。で、春には、CD で音源を出す予定がありますので、そちらの方も楽しみにしていてください。レイビアルのボーカルの水木とブレイムギターのシュンでした。こんばんは、ラグナのボーカルのユイです。ギターのケイです。ギターのカグエです。ドラムのリュウです。今日12月25日寝屋川ヴィンテージバーのイベントということで、池袋サイバーでライブなんですけど、今日12月25日をもって、ラグナは、活動休止をします。次戻ってくるのは2000年の春なんですが、それまでは今日発売のデモテープを聞いて待っていてください。どうですか、かぐや君、出来の方は？かなりいい出来かなと。デモテープはリニューアルです、はい、前の曲です、はいはい、かなりいい曲入ってます、はい、聞いてください。それじゃあまた来年の春に会いましょう。さよなら。さよなら。残念ながら
来年の1月14日は解散ですから、ね、まあ残念ですけど、まあこれからメンバー万年目わけじゃないんで、あと応援してください。あと年末になんか何か、年末は12月31日に目黒公演なんで、弁当が出演するので、ご期待ください。